朝倉会、ジャパントップチームがいきなり UFC 世界王座に挑戦する10月12日、日本時間13日 UFC のダナホワイト代表が SNS で朝倉の UFC デビュー戦の相手が現世界フライ級王者のアレッシャンドリパン当者ブラジル ATT になることを発表試合は2024年12月7日日本時間8日 の UFC310、米国ラスベガスティモバイルアリーナ、ノコメインとして、フライ級、5分5 r で行われる。現時点で同大会はダブル世界王座戦が決定。メインイベントは、UFC 世界ウェルター級王者のベラル・ムハメド、米国、に同級3位のシャフカトラフモノフ、カザフスタン、が5分5 r で挑戦することも発表された。 下向き黒三角 UFC 世界フライ級選手権試合5分5アールアレシャンドリパントージャブラジル ATT 王者28勝5敗朝倉海日本 JTT 挑戦者21勝4敗ダナホワイト代表率いるズッファ社体制以降で過去に UFC でいきなり王座に挑戦した日本人は2人2001年2月の UFC30 で宇野ルが 初代バンタム級王座決定戦でジェンス・スパルバーと対戦し、5R 判定負け。2002年3月に桜井、マッハ、ハヤトが UFC36 で、世界ウェルター級王者マット・ヒューズに挑戦も 4RTKO 負けで、いずれも体感ならず。その後、ランキング制が敷かれた UFC では、オカミユーシンが2006年の UFC デビュー後、オクタゴン10勝2敗と勝ち星を積み上げ、 2011年8月の UFC134 で世界ミドル級王者アンデルソン・シューバに挑戦したが 2RTKO 負け。最後の日本人の UFC 世界王座挑戦は現ライジンフライ級王者の堀口教授で UFC4 連勝をマークし2015年4月の UFC186 で世界フライ級王者デメトリアス・ジョンソンに挑戦も ゴアール一本負けで王座獲得に失敗している。異例のデビュー戦での UFC 王座挑戦日本人がことごとく跳ね返されてきた UFC 世界王座の頂き。近代 UFC でランキング制となってからは他団体の王者クラスの参戦でもいきなりタイトルマッチが組まれることはなく、今回の朝倉海の王座挑戦は異例の大抜擢と言える。また、朝倉は雷神ではバンタム級。 キログラム、61kg、レオ王者となっているが、今回、UFC で選択したのはフライ級、56.7kg。ライジン2戦目と3戦目で 59.0kg 契約で戦っている朝倉だが、フライ級戦は2017年6月の、ロード FC039 でのムンジェフン以来、7年半ぶり。また、ロード FC では王座戦ではなかったため、 朝倉はプラス1ポンド規定内の 57.3kg で計量しており、UFC 王座戦の125ポンド、56.7kg は初となる。